さんこんばんは、ティンラーメンやってます。ティンダです。ティンダのペン以外私事でございますが、山形オープン後、本日からですが、はい、中10日以上空けて登板予定です。よって事実上長期休養、積極休養を行うことにしました。なぜ休養するかって、確かに介護職でもあり、まあ大きな障害もあるかと思います。腰だったり肘だったり手だったり膝だったり、いろいろな痛みがどこかで来るかもしれませんし、悲鳴が上がるかもしれないです。だから仕事もちゃんとどこか、まあ仕事がメインですけども、まあボーリングも大切にしたいですが、両方大切にしたい、やる人に大切にしたいですが、やはり体のこともちゃんと考慮しないといけません。はい、どこかで長期休養によっていよいよ今後にもつながるし、ただ復帰はおそらく金曜日頃かと、まあ予想ではですけどね、はい、推定では、まあ今後もまあ何かしら休養はまだ続くかもしれませんが、まあ体を休めることが大事です。基本的にはね、覚えてください。以上です。バイバイ。